はい、どうも、はじめ京志郎です。いや、もうカメラ見ません、まあね、でこうしますか、こう、僕すごい歯磨きできない、お風呂 入る習慣がない、頻度開けてしまうということで、でもね、僕やっぱりそのお墓にね、歯周病って書かれたくないんですよ。はい、だから僕歯磨きします。ということで今日から歯磨き日記できるかな。その親がいないときは喋りますけど、基本的に喋りません。まず歯磨きで喋ってるやつなんておかしいでしょ。口が2個あるんじゃん。ということでスタートです。はい、親がいないときは喋ります。もう親がいる夜のときはもうほんと歯磨きのシャカシャカ音だけ。歯磨き結構時間かけるんですね。ちょっと汚かったな、今。ちょっと改善しよう。来た。これはね、リステリンクールミント。クールミント、どの角度で取ればいい？まあ、いや、本当にこれね、マジ苦くて嫌いなんですよ。これ本当は1杯と半飲まなきゃいけないんですけど、まあ僕はね、一応年齢的には15歳なんで、半、1杯半ではなく1杯なしにね。本当きついんですよ、これ。バカだよ、これ作ってるマジで。もっとなんか甘口にしろよ。では、いただきます。30秒できるか。リステリンチャレンジ。うん
ていうか思ったけどさ、こんななんかさ、地団打踏むくらいのさやつってさ、飲まない方がいいんじゃない？買いますよね、これから。誕生日プレゼントに誰かにプレゼントしよう。ここ今カットだな。ということでね、歯磨き日記おしまい。1回目、1日目の朝か昼。